engine for the life。 車で行こうです。今日は2013年10月にフルモデルチェンジしたホンダのオデッセイに新たに加わった待望のモデル、オデッセイハイブリッドをお送りします。初代は1994年に発売、大ヒットを記録してミニバンブームの火付け役となったオデッセイも現行モデルで5代目。新たなパワートレインを手に入れた走り、気になりますよね。それではポイントから見ていきましょう。オデッセイの一番の特徴は何といっても低床コンセプトを追求したパッケージングです。乗り降りのしやすさと重心の低さから得られる走りの良さには定評があります。フルモデルチェンジから2年以上経って追加された待望のハイブリッドモデル、2リッターの4気筒エンジンに組み合わされるハイブリッドシステムは最新のスポーツハイブリッド iMMD を搭載し、燃費性能と力強さを強調しています。またガソリンモデルを含む全グレードに安全運転支援システムのホンダセンシングの適用を拡大し、上級ミニバンらしい先進性を押し出したモデル構成になっています。ホンダオデッセイハイブリッド、価格は364万6400円からとなっています。ハイブリッドのパワートレーンが実用面や走りにどんな影響を与えているのか気になりますよね。はい、 CM の後はいよいよ試乗です。今日はオデッセイに新たに加わったハイブリッドモデルに乗っています。待望 のハイブリッドが加わったということで、まずはこれ相当注目している方多いんじゃないかと思います。ミニバンにとって室内の広さというのはとても重要なポイントで、このオデッセイの場合は低い中でいかに広く作るかということで、低床パッケージですね、床を低く作る、そういった技術がふんだんに使われています。今高速道路を淡々と走っているんですけれども、静粛性、これには合格点がつきます。その代わり、エンジンが静かな分ちょっとタイヤがうるさいかなとかなり耳についてきます。今走っているこういうところですね、このタイヤノイズさえもうちょっと抑えることができれば、長距離クルーザーとしてのこのオデッセイの実力、魅力、これはもう大きく跳ね上がるでしょうね。動力性能なんですが、こうした高速道路を淡々と巡航する分には全く不足はありません。ただ鋭い加速をしようとしてアクセルを深めに踏み込んだ時、こんな感じで、エンジンの回転数がポーンと跳ね上がって、結構なボリュームでエンジンの音が室内に入ってきます。エンジンは2リッターなんですけれども、よく言えば2.4リッター、2.5リッター、このあたりにモーターを組み合わせると、もっと余裕のある走り味になると思います。今日乗ってる車はホンダセンシングがついています。これはいろんな先進安全装備ですね、これが組み合わされたものなんですが、今 ACC をセットしてアクセルから足を離した状態なんですが、前の車との車間距離を適正に保ってきっちりと追従してくれています。プラスレーンキープアシスト、車線を逸脱しそうになっても車が自動的にこのステアリングを修正してくれるということで、これもすごくハイテクなんですけれども、将来の自動運転への道っていうのはもう着々とステップを上がっているなと思わされますよね。それではこの後は一般道でこの走りをチェックします。さあ一般道に入ってきました。このハイブリッドシステム、この上り勾配なんかでもやはり同じ傾向はありますね。ちょっとこう加速をしようとするとエンジンの回転数が上がって回転で稼いでいく感じがする、そのあたりに余裕の少なさを感じてしまいます。発進加速を試してみます。こうしてアクセルを少し踏んでいくような領域だとモーターだけで走り始めますね。でこの時のそのモーター音、これもちゃんと抑えられていて、これトヨタ系のハイブリッドよりもヒューンっていうモーターのノイズは少なめです。荒れた路面に入ってきました。この尖ったマンホールを
通過している時の動きなんですが、結構これリアがガツンときますね。ただしこのオデッセイが登場した直後、まあ、かなり足回りが硬かったんですね。でそれに対してやはりそのマイナーチェンジとか、まあ、今回のハイブリッドの足もそうなんですけれども、相当こうゆったり感が出てきてるんですね。ですから、相当荒れた路面でなければすごくこうゆったりとした、上質な乗り味を楽しめます。こういったカーブが連続するところでの走り、ライバルたちと比べると車高が低い分全然安心感が違いますね。箱根なんかに持ってって走らせても全然問題ないんじゃないでしょうかね。ちょっとこう GT カー的な走りといえば分かりやすいかもしれないです。ホンダらしさイコールスポーティーって解釈してる人は、まあ、ユーザーにも多いですし、ホンダの中にも結構いるんですけれども、僕は必ずしもそうだとは思っていなくて、やはりホンダらしさというのは他社とは違う新しいものを作り出す、そういったこの発想力みたいなものにあると思うので、まあ、そういう意味ではミニバンというジャンルを作ったのがまさにこのオデッセイなので、それを引き継いでいるこの現行モデルですね、これもやはり他社とは一味違うそのルックスなりキャラクターなりを持っていて、とてもホンダらしい車だとは思います。それでは安全性の評価に行きましょう。オデッセイなんですけれども、このように三角が並んでますね。ホンダセンシングあるんですけれども、オプションで買わないとついてこないということで評価あと一息となります。そして燃費なんですが、今回はおよそ235キロ走ってリッターあたり 14.1 キロでした。まあこれ 1.9 と2トン近い車重の割には、ともちゃんこの燃費はかなり頑張ってますよね。そうですね、うん、はい、私実は今回2列目のシートに乗らせていただいたんですが、はい、路面が荒れているところ以外は静粛性も結構ゆったり走っているときは高くて、しかも路面からの入力をシートが上手に受け止めてくれるんですよ、うん、なかなか快適でしたね、うん、2列目3列目の乗り心地のミニバンにとって重要ですからね。そうなんですよね、はい、はい、ここでユーティリティチェックです。まずはセカンドシート乗り込んでみたいと思います。このように今のオデッセイスライドドアになっていますね。そして開けていくと乗り込むときに嬉しいのがこのハンドグリップ、体が支えやすいです。そしてこのフロア自体もワンステップで乗り込めるというのも便利ですよね、うん、さあそして実際の空間です、まあ、2列目自体スライドもするんですが、まずはこの状態で原骨4つも入りました。そして低床フロアが効いていて、この前高自体はそれほど高くないんですが、原骨なんと 3.5 個入りました、うん、そしてこのようにオットマンもついていて、なかなかくつろげそうですよね。さらに背もたれは真ん中で中折れ式の機構になっているので体に合わせやすい。さらに3列目を格納すると後ろの方までこの仕様だとスライドができます。そしてさらにサンシェードもついていて、このように引き出していくとお肌や車内の温度が上昇しにくいのも嬉しいですよね、うん、さあそしてサードシートに移動していきます。7人乗りの場合はウォークスルーができますね。そしてこの状態で膝周りが原骨3つも入りました。広いね、はい、そして頭上の方も結構ゆとりがあって2つ分大人でも十分に使える3列目です。シート自体もしっかりとクッションも、腰がありました。そしてさらにラゲッジスペースどうなっているんでしょうか。まあ、ハイブリッドっていうといろんなものを詰め込むと思うんですけれども、このように開口部自体も低床フロアに影響されてしっかり低めになっていますね。そして3列目の格納はこのように行っていくんですが、ガソリンエンジンのモデルとほぼ変わらない実用性が得られているのは偉いですよね。確かに確かに、まあ、しかしミニバンのユーティリティチェックだとともちゃんすっごい忙しそうだね。まあ、やる気が湧きますね、はい、この後は開発担当者の方へのインタビューです。それでは開発責任者の中川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。中川さん、このオデッセイは大体2年半ぐらい経った今、はい、ハイブリッドが出てきた、はい、この2年半のタイムラグっていうのは、はい、これどうしてなのか聞かせていただけますか。はい、当初ですね、アコードで IMMD って最初に上市いたしました。でちょうどオデッセイが出ました2年半前ですと、次の世代の IMMD の開発が始まってまして、
やはりどうせ乗せるんだったらもうデスティニアその改良型を乗せようということで、はい、今回、まあ、この時期になってしまったということです、うん、第2世代になったことで、はい、第1世代よりもどんなところが良くなったんでしょうか、はい、まずはエンジンのトルクアップ、モーターのトルクアップ、それからコンパクトに容量を小さくして、はい、それなおかつ安価で作ったというのが第2世代でございます。ハイブリッドが出る前と出た後で、はい、どうなんでしょう、まあ、台数は当然上がってると思うんですけれども、ね、はい、今何割ぐらいの感じですか。大体7割ぐらいが、直近で申し上げますと7割ぐらいがハイブリッド比率です。3割がガソリンという感じですね。やはり日本はハイブリッド強いですね。そうですね、もう圧倒的に強いですね。これは。なるほどね、まあ、はい、ハイブリッドが出るのを待ってたってお客さんもきっと多かったんですよね、はい、多くいらっしゃいます。で今回 の, そのハイブリッド、はい、どうなんでしょう、乗った感じとか、まあ、もちろん燃費もそうなんですけれども、はい、まあ、セールスポイントはどんなところにありますか。はい、スペース効率を良くしてミニバン価値である UTT は犠牲にせずに、まあ走りですね、モーターを使った圧倒的な走りと、あとは燃費ですね、うん、燃抜群の燃費っていうものも実現できていると思います。あの走りに関して言うと、はい、出た当初、はい、あれこれ走りを狙うのはいいんだけど、いくらなんでもちょっと乗り心地硬いんじゃないかなと僕は思ったんですよ。はい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 、今回は、はい、随分これ乗り心地がマイルドになりましたね。そうですね、重心口より下の位置にバッテリーを置いてますので、その辺も良くなっている特徴の一つです。なるほど、そうすると、まあ、ちょっと重くなったけれども、はい、重心が下がったことで、はい、むしろそのコーナリングなんかは得意になっていると、ね、得意になっているということです。はい、僕これ今日朝車を見て、はいはい、あれどこにハイブリッド用のバッテリー積んであるのかなって探しちゃったぐらい、はい、なんかすごくうまく作ってあるんですけれども、はい、これバッテリーどこに積んであるんですか。ファーストシートの下に、床下に積んでおります、はい、運転席の下。運転席の下です。なるほど、はい、もともとこのオデッセイって、はい、超低床パッケージ、はい、床が低いじゃないですか。そうですね、はい、で床を低くするためにいろんな技術使ってますよね、はい、それが肝だと思うんで、それハイブリッドになってどうなるのかなと思ったら、はい、全く影響を受けてないというのはすごいですね。そうですね、バッテリーもかなりコンパクトにできておりますん で, で当初からも設計的にはあそこに積もうということで、海外向けで申し上げますと、ちょうどあそこに、テンパータイヤが入ってますんで、そこの敷地を生かしまして、はい、バッテリーを積んだということで、うん、まあ、UTT 価値、まあ、空間価値としては邪魔にならない場所に置きました。まあ、初代オデッセイって、はい、この乗用車テイストのミニバンを作り上げたエポックメーカーじゃないですか。はいはいはい、オデッセイの価値、はい、他にはないオデッセイの価値っていうのはどういうところだとお考えですか。やっぱサイズ的なもので、要するに外観のサイズはそんなに大きくないんですけれども、室内を大きくとって、なおかつダイナミックパフォーマンスですね、走りも絶対妥協しないというのが最大の価値だと思っております。はい、ホンダ MM 思想ってありますよね、はい、マンマキシマムメカミニマムでしたっけ。そうですね、はい、機械をちっちゃくして人の空間を大きく取るんだっていう。そうですね、でもそういう意味ではこれってものすごくホンダらしい車ですよね。そうですね、我々がおっしゃる通りで MM 思想 の, うまくできたミニバンじゃないかと思っております。まあ、ホンダいろいろありますけれども、はい、そういう中でやっぱりこうすごくホンダらしい一台と言ってもいいんでしょうかね。はい、だと思います。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではオデッセイハイブリッドの評価に行きます。僕の評価このようになりました。丸、これは超低床パッケージとハイブリッドの両立ですね。ハイブリッドじゃないモデルが出た時でも、この床下の薄さ、これはすごいなと思ったんですね。でそのためにホンダは薄型の燃料タンクとか、それから楕円形のマフラーとか、そういった専用パーツを開発して、もう床を究極まで薄くしてきた。その薄さの中にさらにハイブリッド用のバッテリーまで搭載してきたというのは、本当に大したパッケージングの技術だと思います。一方、バツ、これはエンジンもしくはモーターのトルクに余裕がないなというところです。例えばエンジンが2リッターではなくて 2.4 リッターぐらいの
トルクに余裕があればアクセルを踏み込んでいった時もあまり回転を上げずにスーッと滑らかに加速していったはずで、あるいは2リッターのエンジンのままだったらモーターにもうちょっと余裕があれば同じようなフィーリングが出たはずなので、そのあたりもうちょっとトルクに余裕があれば、これ結構安くない車なんでね、あのオデッセイの高級感、外観内装の高級感に見合う走り味が出ると思います。はい、私は丸なポイント、今回は五郎さんと気が合いまして、本当だ、珍しい、はい、ハイブリッドカーなのに実用的なシートアレンジが可能だという、まあこれに尽きると思いますね。さらにそれ以外にも大人がさらりと乗れるモダンなインテリアもさることながら、やはり実用面、本当にハイブリッドユニットネガになりがちな実用面、実用的な空間、ホンダらしい手法で確保しているというのがいいなと思います、うん、そしてバッテン、これは前席のドアを開くとき縁石などに注意。これ実際に私たちロケの途中で、うん、お昼ご飯を食べに駐車場に車を入れたんですが、前のドアを開くとこの低床でドアの位置自体も結構低めになっているので、縁石ですとかあと駐車場の、下の方から板が上がるタイプ、うんうん、あれにちょっと気をつけないと当たりそうになりそうかなっていう印象があったんですね、うん、なので、この辺りをしっかり注意しながら、開けていただきたいなというふうに思いました。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life.